本日はオープンラボのウェブ説明会にご参加いただきありがとうございます。私、内閣府地方創生推進事務局のオープンラボを担当しております宇佐美と申します。よろしくお願いいたします。それでは、早速説明の方に移らせていただきたいと思います。こちら画面共有しながらの説明をさせていただきます。地域未来構想20オープンラボ、本日は自治体向けの説明会になります。はい、で先週ですね、第3次補正予算が成立しまして、地方創生臨時交付金が 1.5 兆円増額されることが確定いたしました。この 1.5 兆円のうち、1兆円が地方の単独事業に充てられる予定となっておりまして、この配分につきましては第1次補正予算、第2次補正予算と同様にですね、各自治体に交付限度額という形で通知されることになります。第3次補正予算につきましては新しい経済対策に対応したものでありますから、こちらの資料の下の部分にございますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応、またポストコロナに向けた経済構造の転換、地域における民需主導の好循環の実現に向けた対応、こちらのいずれにも活用できて、特にこの2点目ですね、ポストコロナに向けた経済構造の転換、地域における民需主導の好循環の実現に向けた対応、こちらの取り組みについてオープンラボをぜひ活用していただきたいと考えております。なお臨時交付金の詳細につきましては別途自治体向けの、説明会が開催される予定ですので、詳細はそちらをご参考いただければと思います。すでにご存知の方も多いかと思いますが、第2次補正予算成立時に新しい生活様式の実現に向けて、この地方創生臨時交付金を活用して取り組むことが期待される政策分野を20個例示しています。こちらの政策分野につきましては引き続き取り組むべき重要な政策課題として認識をしておりますので、オープンラボにおいてもこれらの政策分野をもとに情報発信ですとかマッチング支援ということを行ってまいります。でこちらの20の政策分野なんですが、これまでもでまた3次補正予算でも各省庁の関連施策が報じられているところです。そのような中、臨時交付金については各省庁の施策では手が届かない部分だったり、各省庁の施策と組み合わせることで相乗効果が期待できる取り組みなどに活用していただきたいと思っています。例えば、各省庁の支援策ですと、そのシステムの導入のところは対象になっているものの、そのシステムを使いこなすための人材育成だったり、専門家派遣みたいなものが対象となっていない場合に、地方創生臨時交付金を活用していただくことができます。また各省庁の支援策は活動団体ごとに支援策が行われるけれども、地域全体としてこの取り組み、この政策分野についてどうしようと検討するための費用には充てられない、そういう場合も地方創生臨時交付金を活用していただくことが可能です。本日は時間が限られているため、この政策分野個々の詳細の説明は省略させていただきますが、もし、ご関心がある方 いらっしゃいましたら、オープンラボのホームページに掲載されている、昨年7月の説明で動画をご参照ください。また、どの政策分野に取り組むにあたっても、こちらの資料真ん中のオレンジの部分にございますが、デジタル技術への投資と各分野のプロ人材の活用の2点がポイントになると考えています。このような取り組みにもぜひ臨時交付金をご活用ください。ただ、各分野のプロ人材と言われましても、なかなかそういう人材とのですね、つながりっていうのがないんですっていう自治体も多いかと思います。そこで、このオープンラボではですね、この20の政策分野について、自治体が取り組むにあたってですね、連携できる専門家を紹介しています。ここでいう専門家というのは、民間企業ですとか、NPO 法人のようにですね、組織でご登録いただいている場合もあれば、大学教授のように個人でご登録いただいている場合もございます。自治体の皆様におかれましては、まず政策分野ですとか連携方法別にですね、相談したい専門家の方を探すことができます。
で、また、ご自身の地域でですね、実施したい取り組み、もしくは解決したい地域課題、こういうものをご登録いただくことで、その取り組みの実現を支援できる専門家からの提案を受けることができます。このように、オープンラボでは自治体と専門家がつながる場を提供することで、この20の政策分野の取り組みというものを促進しているところです。で、すでにご参加いただいている方はご存知かと思いますが、これまではオープンラボのホームページ上でですね、専門家の、リストを、掲載させていただいておりまして、専門家の提案内容については、この資料の右側にございます専門家カタログというもので紹介させていただいておりました。後ほど説明いたしますが、今回のリニューアルでは、この専門家カタログに掲載されている情報をデータベース化して、ホームページ全体を改修しております。また、昨年の8月の開設、オープンラボ開設以降ですね、すでに専門家の方と協議をして、連携事業を実施することが決まっている自治体もあるというふうに聞いています。例えばこちら鹿児島県の瀬戸内町の事例でございますが、こちら日本航空とですね、連携しまして、地域内の離島、3島ですね、と奄美大島をの間の物資輸送をですね、ドローンで行うための実証実験を行っております。悪天候でですね、欠航することが多いフェリーのを補う輸送手段として、このドローンを導入したいというようなですね、地域の課題がありまして、それに応える形で JAL の方から提案があったことに加えてですね、例えばこのドローンを使って新しい観光資源の開発などもできるのではないかという、そういうですね、追加の提案なども受けていると聞いております。また、宮崎県の小林市ではですね、都市部の人材を関係人口として呼び込むために、市が所有する手の瀬という施設がありますが、その施設をどう活用すればいいかということについて、面白法人カヤックさんと連携して検討することが決まっているそうです。まあ、そもそもですね、都市部の人材ってどのようなニーズを持っているのかですとか、既存の施設をどういうふうに活かせばいいのかという点について、調査だったり検討を今進めていると聞いています。こちらのですね、瀬戸内町の例だったり小林市の例以外にも多くの自治体から、連携事業の実施が決まっていますですとか連携事業の協議が進んでいますというご連絡をいただいているところです。他方、登録団体ですね、これまでオープンラボ200自治体ですとか専門家ですと700団体以上の方にご登録いただいていまして、なかなかこうお互い、探すのが難しいというお話ですとか、また今回臨時交付金が増額されてどういうふうにこう使えばいいか検討したいというそのような声を踏まえてですね、今般オープンラボを、より使い勝手のいいプラットフォームとするためにリニューアルすることになりました。リニューアルのポイント3点あります。こちら1点目になります。1点目は専門家がより検索しやすくなるという点です。まあ、これまではですね、専門家カタログという紙媒体のものと電子媒体のもので共有していましたが、こちらをですね、すべてデータベース化してホームページ上で検索閲覧できるようにいたします。でこちら今まではですね、提案内容っていうのが政策分野のみで分類されていましたが、今後はここにあるような政策分野、対応地域、連携方法、フリーワードによって検索することができます。特に連携方法につきまして、オープンラボですとそのコンサルさんのようにですね、事業構想の検討を支援するような方もいれば、まあ、IT 企業のように特定の技術やサービスを提供する方もいらっしゃるので、こういう事業検討支援だったり伴走支援だったりサービス提供みたいな連携方法からも探せるようになっています。またフリーワードにつきましても、同じ政策分野の中でですね、幅広い提案内容があると思いますので、例えば同じ観光分野でも新しい観光資源の開発を行いたいのか、それとも都市部向けのプロモーションを行いたいのかなどで、専門家ですねがだいぶこう異なってくると思いますので、そういうところのですね、ミスマッチをなくすためにキーワードでも検索できるようにしております。このような新しい機能でよりピンポイントに地域のニーズに合った専門家をお探しください。でまた今回のホームページリニューアルに伴いまして、先行事例の紹介も拡充する予定でございます。
今までも先行事例自体は紹介しておりましたが、これを政策分野別に表示できるようになるほかですね、先行事例に関与している専門家っていうのが専門家ページから、認識できるようになります。このように事業検討のために参考となる事例を増やし、それがどの専門家に関与する関連しているものなのかっていうところもしっかり示していくことでですね、各自治体における、事業検討っていうのを支援してまいりたいと考えております。でこちらの先行事例、各自治体様からのですね、ご紹介していただいた事例を掲載しております。他の自治体のためにもですね、ぜひ、先行事例の積極的な登録をお待ちしております。で、リニューアルのポイント2点目です。専門家の提案内容が、より分かりやすくなるという点でして、これまでは、技術提案書がですね、文字でびっしり詰まっていたりだとか、もしくはちょっと座組のところが分かりにくいだとか、いろいろな技術提案書があったかと思います。リニューアルによってですね、提案内容を表現するキーワードの設定を可能にしたり、もしくは記載項目の文字制限をかけることでですね、より端的にどういう提案なのかっていうのを分かりやすくしておりますと同時にですね、関心を持った、提案内容についてはより詳細を知れるように参考資料も添付できるようにしております。こちら、PDF 資料みたいなものもあればですね、画像ですとか動画なども添付できるようになっておりますので、より直感的にどういう提案内容なのかっていうのが理解できるようになっているかと思います。こういうふうにですね、事前の検討だったり専門家同士の比較っていうのがより、しやすくなっております。で、3点目でございます。リニューアルポイント、3点目ですね。こちら今回から新しく始める取り組みになります、テーマ別ワークショップということで、自治体の方と専門家の方が直接意見交換できる機会を、設けたいと思っていまして、日程につきましてはこちら画面の右側にありますように3月に3回程度開催する予定です。ただこの日程につきましてはちょっと現時点で予定しているものですので、正式な案内は別途、送らせていただきます。詳細はそちらをご参照ください。で、当日ですね、当日の流れを説明いたしますと、まずは事務局の方から簡単な、説明をいたします。オープンラボどういうふうに使えばいいのかだったり、その後のセッションっていうのをどういうふうに活用すればいいのかっていうポイントを説明した後に、セッションという場をですね、2回ほど設けて、自治体と専門家のそれぞれから取り組み内容だったり提案内容について発表していただくことを予定しています。またこのセッションにおけるですね、自治体と専門家の意見交換、これを円滑にするためにですね、コーディネート役の方にも入っていただく予定です。で、このセッションというのがなかなかイメージがつきにくい部分もあると思いますので、具体的な流れを説明させていただきます。まず各セッションについては、20の政策分野のいずれかがテーマとして設定されています。このテーマ自体はですね、自治体の皆様ですとか専門家の皆様の希望を踏まえて、決定したいと思いますが、すでにですね、登録団体が多い教育だったり行政 IT 化、もしくはリビングシフトというものが取り上げられるのではないかなと、現時点では思っているところです。で、セッションの冒頭ですね、このコーディネート役という方からですね、当該テーマに関連する事業構想ですとか、当該事業を実施するにあたってのポイントなどについて説明してもらいます。で、その後ですね、その当該テーマに関連する、取り組みについて、自治体と専門家、それぞれから、発表をしてもらいます。で、最後にコーディネート役から、自治体だったり専門家に対してですね、発表した事業を実施するにあたって検討すべき点、もしくは連携相手を選ぶ際のポイントなどについてですね、提案をしていただくのが1点目。で、2点目としましては、自治体と専門家の発表内容のですね、理解を深めるために、自治体や専門家に対する質疑応答というのを、このコーディネート役が進行いたします。この際ですね、コーディネート役から投げかける質問もあれば、当然参加している皆さん、他の自治体ですとか専門家から受ける質問もございます。
このセッションの場はですね、このような発表、意見交換を通じて相互理解を深めるということを目的としております。ですので、この場で、実際のマッチングだったり具体的な事業の協議を行うということは想定はしておりません。ただですね、でまたですね、同じセッションここで発表する専門家の方 と、ワークショップ後にですね、必ずその協議をしなければならないというものでもございませんので、気軽にご参加いただければと思います。で、このセッション全体を進行するコーディネート役については、今後募集いたしますが、基本的には、オープンラボの専門家の方を想定しています。で、失礼しました。で、ワークショップ当日までの流れを説明いたします。まずですね、2月10日までに、オープンラボにご登録いただくことをお願いしております。で、こちらご登録いただく際にですね、ワークショップでの発表希望だったり、参加希望を回答する項目がありますので、発表希望をする場合はですね、ぜひ、ご回答いただくようお願いいたします。で、こちらのですね、登録と並行して先ほど申し上げたコーディネート役の専門家の募集も開始いたします。で、こちらコーディネート役ですね、その申請する際に手を挙げる際にですね、発表したい事業構想に加えて、この同じセッションで発表してもらいたい自治体だったり専門家を、回答することになっております。ですので、コーディネート役の方がですね、自分がこのセッションでコーディネート役をやりたい、なので、A 自治体さんぜひ一緒に発表しませんか、とこういうような、お声掛けがあるかもしれません。登録時にですね、参加希望、発表希望を出していなくても、もしこういうお声掛けがあれば、ぜひ前向きにご検討いただければと思います。で、このコーディネート役というのが2月中旬頃に決まる予定でして、その後、実際の発表者、自治体ですとか専門家の発表者というのが2月下旬に、決定される見込みです。発表する専門家につきましても、自分でですね、希望した場合とこのコーディネート役から、推薦があった場合両方がございますので、そちらも同じタイミングで、決定いたします。で、当日のワークショップの開催前にですね、このコーディネート役、自治体専門家による事前打ち合わせを行います。こちらでは当日の流れですとか大まかな質問事項の確認、資料共有方法の確認とかそういうことを行っていただく予定です。基本的にはこの事前打ち合わせのみで、問題ありませんが、もしコーディネート役の方からですね、改めて別途事前の打ち合わせをしましょうですとか、自治体側として、打ち合わせをしたいというもしご希望があれば、そちらは、当事者間でですね、適宜調整をしていただければと思います。で、このようにこのワークショップはですね、コーディネート役の進行のもとで行うというところにポイントがあるかと思います。まず、専門家との意見交換ですが、これまでですとやはりオープンラボ、直接電話をかけたりして1対1で連絡を取るという手法がメインだったかと思いますが、このようにですね、その内閣府という第三者が設けた場で、かつこのコーディネート役というですね、方がいる中で、専門家の提案内容をゆっくり聞いて、それに対して意見交換をするという場になっておりますので、直接電話するよりはですね、よりこう気軽に、円滑に、かつ有益にやり取りができるのではないかなと思っています。で、また今回ですね、このコーディネート役という方に入っていただいています。この方は民間企業、どういう民間企業と連携するのがいいのかっていう相談ですとか、そもそも事業をどういうふうに実施すればいいのかっていう相談にも乗ってくれるような方をですね、想定しております。ですので、このワークショップの中でもそういう相談っていうのはそうなんですが、その後ですね、ワークショップ後もこういうコーディネート役の方にですね、相談できるっていう点もこのワークショップのメリットの一つかと考えています。で、またですね、今回、ワークショップの後に参加した専門家ですとか、他の専門家の方にですね、マッチング意向があるかどうかっていう、そういう確認なども事務局の方で行います。
そういう情報もですね、事務局の方からワークショップ後にですね、フィードバックさせていただきますので、そういう情報もうまく活用していただければと思っております。で、今説明した3点がですね、今回のリニューアルに向けた大きなポイントになっています。まあ、より検索しやすくなる。で、検索した結果ですね、専門家の提案がより分かりやすくなっている。そして、直接ですね、専門家の方と意見交換する、時間がある。というその3つが大きな、ポイントになっています。で、こちらの3点を踏まえてですね、もしオープンラボへのご登録を希望される自治体におかれましては、既存のオープンラボのホームページ、こちら画面の左上ですかね、に画像が載っておりますが、こちらのトップページに、アクセスしていただきまして、そちらの冒頭に設置しているこの利用登録フォーム、自治体の方は左側の緑の、フォームになりますが、この利用登録フォームから、ご登録をお願いいたします。で、このご登録いただく際なんですが、いくつか注意点ございます。まず、そもそもご登録いただく情報、大きく4つございます。自治体情報、実施したい取り組み、これまでの取り組み事例、ワークショップの参加希望になっております。まず自治体情報につきまして、これまではですね、基本的に自治体の窓口担当の方がですね、ご登録いただいていたところがあるかと思いますが、今回から、担当部局ごとに登録することが可能になりましたので、まあ、実際その専門家とのですね、やり取りを行う際に、いちいちこう取り次ぐっていうのもなかなか窓口の方として面倒な部分あると思いますので、ぜひ、担当部局ごとにご登録、いただくことをお勧めしています。で、2点目。実施したい取り組みについて、こちらですね、登録者ごとに最大10個ご登録いただけます。ですので、もし先ほど申し上げた通り、自治体で、2つの部署がそれぞれ別に登録したとしたら、担当部署ごとにですね、最大10個までご登録いただくことが可能です。で、こちら画面の左のですね、下、一番下のところになりますが、地域で実施したい取り組みの概要を記載する欄がございます。なかなかこう実施したい取り組みがですね、具体化されていない自治体も多いかと思いますが、その場合も地域課題ですとか、解決したい地域課題ですとか、大まかな内容、こちらをですね、記載していただくだけでも、まあ、全く関係ない専門家から提案を受けることだったり、そのちょっと的外れのですね、提案を受けることっていうことを避けられると思いますので、ぜひ、書ける範囲で、記載していただきますようお願いします。また、地域課題ですとか取り組み内容ですね、こう端的に表現するキーワードというものも設定していただくことができます。こちらキーワードをですね、設定することで、専門家が、自治体をこう検索しやすくなって、提案を受けやすくなりますので、ぜひ積極的なご登録、設定をお願いします。で、また今回ですね、新しく、専門家からの提案を積極的に受けたいかどうかっていう、こう意思表示をすることができるようになっております。専門家からの提案を積極的に受けたい場合は、その旨をですね、チェックして、登録していただくようお願いします。で、3点目、先行事例、取り組み事例についてですね。こちらの冒頭の方で先行事例のページについて紹介をしましたが、各自治体において実施されているですね、20の政策分野に係る官民連携事業について該当するものがあればご登録をお願いします。で、こちらは実際臨時交付金を活用していないものであっても、オープンラボを活用していないものであってもご登録はいただけます。で、やはりですね、この先行事例を登録していただくと、その専門家としても、この自治体が何に関心があって、どういう連携方法だったらできるのかっていう、こう、イメージが、つかみやすくなると思いますので、ぜひご登録ください。で、最後、ワークショップにつきまして、こちらの参加希望と発表希望をご回答いただくことになります。まあ、参加だったり発表を希望される場合はですね、関心分野と合わせてご回答いただくようにお願いいたします。
改めて今後のスケジュールになります。繰り返しになりますが、まず2月10日までにですね、自治体の皆様にはご登録をお願いしたいと思います。2月10日までにご登録いただいた自治体につきましては、2月中旬に、予定しているホームページのリニューアル、このタイミングで、情報が反映されることになります。また、ワークショップにおけるですね、発表自治体についても、2月10日までにご登録いただいた自治体を中心に選ぶ予定ですので、もし発表を希望される場合は、2月10日までのご登録をお願いいたします。で、その後にですね、2月の下旬に、ワークショップの発表者が決定いたします。で、その後3月、とりあえず5日、12日、19日という予定でワークショップを3回程度行う予定です。で、来年度につきましてもちょっと説明いたしますと、来年度もですね、オープンラボとワークショップっていうのは何らかの形で継続する予定です。なかなかこう、いろんな、まあ、補助金だったり交付金だったり、その3月末までのですね、予定が読めないっていう、だからちょっと登録をどうしようかなって悩まれている自治体もあるかと思いますが、まあ、とりあえずですね、ご登録いただいて、4月以降にですね、本格的に活用しようと、そんな自治体の方もですね、登録できますので、ぜひ、前向きにご検討いただければと思います。以上、簡単ではありますが、私からの説明は以上になります。この後は、質疑応答の時間ですので、質問のある方は、チャット機能から質問をお願いいたします。で、またですね、本日は、この場で、回答しますが、もし後日ですね、疑問等が生じた場合は、こちらの画面に表示されている問い合わせ先までのご連絡をお願いいたします。で、まあ、すみません、このようなですね、情勢ですので、テレワーク体制で、やっておりますので、なるべくこの問い合わせフォームからのお問い合わせにご協力ください。それでは、質疑応答に移りたいと思います。質問がある方はチャット機能の方からよろしくお願いいたします。すみません、早速何点か、ご質問をいただいております。1点目の質問ですね。先行事例は臨時交付金を活用したものでなければいけませんか？で、またその報告する際にですね、事前に民間の事業所から話を通した方が良いかでご質問いただいてます。まず先行事例はですね、臨時交付金を活用していないものでも構いません。で、登録時にご回答する欄があるかと思いますが、この時点では、民間の方にですね、調整していただく必要はございません。と言いますのも、今回登録フォームで、ご回答いただいた先行事例については、一旦事務局の方で受け取りまして、で、ホームページにですね、掲載するにあたっては、またあらかじめ自治体様の方に連絡いたしますので、そのタイミングで、民間企業、連携した民間企業の方に掲載可能かどうか、どういう内容で掲載するかっていう調整をしていただくというような流れになるかと思います。はい。次の質問ですが、すでに昨年夏頃ですかね、オープンラボに登録していただいている団体からの、自治体様からのご質問でして、以前登録した内容は新しい、ホームページには反映されないのでしょうか。すみません、こちらですね、システムが大幅に変わったりですね、掲載内容っていうのも、変わりますので、お手数はおかけするんですが、改めてご登録いただくようお願いいたします。で、新たな項目とかで、新たにですね、記載していただく項目っていうのが、うまくこう、専門家とつながるですね、情報にもなると思いますので、ぜひ、まあ、お手数はかけるんですが、よろしくお願いいたします。はい、次の質問が、2月の11日以降にですね、登録はできないのでしょうか、ということでございます。実際、2月11日以降も、登録自体は受付いたします。で、この2月10日といっているのが、2月の中旬にですね、ホームページをリニューアルする、そのタイミングで情報を反映する、反映される方っていうのが2月10日までに登録された方っていう点と、あとはワークショップでですね、
発表を希望する場合は、こう事前にですね、誰に発表するかという、こう検討する時間、こちらでもいただきたいと思いますので、2月10日までにご登録をいただきたいということになっています。ですので、2月11日以降の登録も可能ですが、リニューアル時の、掲載ですとか、ワークショップでの発表を希望する場合は、それまで10日までにお願いいたします。臨時交付金についての質問です。第3次補正予算の、交付限度額の通知ですとか、制度説明会の予定はいつ頃でしょうかという質問です。こちらですね、説明会の日程というのがまさに今調整しているところでして、ただ、2月の上旬であるという、すみません、ちょっと今現時点で、固まっているのがその程度でございます。で、またその説明会もですね、このようなウェビナー形式でやるのか、録画した動画を配信するのかというところも含めて今調整中ですので、また改めて事務局の方から連絡をさせていただきます。で、交付限度額の通知につきましても今、調整をしているところですので、もうしばらくしたら、皆様の自治体の方に連絡があるかと思いますが、もうしばらくお待ちください。次の質問です。予算化されていない事業だったり課題について、事業だったり課題について、協議から進めたい。そういう事業でもオープンラボに登録して問題ないのかという質問です。予算化されていない事業についてもご登録いただくことは可能です。当然ですね、専門家と協議をする際にその予算化されているかどうかっていう、こう質問というか議論はあるかと思いますが、そもそもどういう事業を行ったらいいのかっていう検討ですとか、ざっくりこんな地域課題があるけれども何をしたらいいのかっていう相談っていうのもですね、オープンラボ の, 対象範囲内となっておりますので、予算化されていない場合でも、ご登録いただければと思います。次の質問になります。実施予定内容も定まっていませんが、気軽に登録し実施内容を整理作成していくなど柔軟に対応ができるものと考えてよろしいですか。そうですね、はい、こちら例えばこのオープンラボにですね、登録することで何かこの事業を実施しなければならないとか予算化しなければならないというものでは当然ございません。で、またこのオープンラボを通じてですね、例えばその専門家の方に連絡を取った、そういう場合もですね、必ずその専門家と連携しなければならないだとか、もしくはワークショップに参加したから何かこう事業化しなければならないっていう、こう何か義務付けが課されるものではないので、ぜひお気軽にっていうのもあれですが、お気軽に、はい、ご登録いただければと思います。次の質問、ワークショップの発表者はどのように決めるのでしょうかということです。こちらちょっと説明資料の方を使いながら、説明をさせていただきます。まずワークショップの、説明者につきましては、大きく、2パターンあると思っています。1つ目のパターンはですね、自治体さんが登録時にですね、実際発表したいということで、発表希望をですね、ご登録いただくことで、意思表示をすることが可能です。で、またもう一点がですね、ここにあります通り、このコーディネート役がですね、コーディネート役の方がそもそもですね、コーディネート役をやりたいとこう申請する際に、この発表する事業構想とともにですね、発表を希望する自治体っていうのを記載していただくことになっています。ですので、ここのコーディネート役の方から推薦があった自治体と、実際に本人から希望があった自治体っていうののですね、両方を踏まえまして、あとはテーマバランスと枠の数ですね、そういうところを踏まえて決定することになります。で、発表者として、決定した場合には2月下旬頃にですね、事務局の方から連絡いたしますので、その際にこう発表を受けれる受けれないっていうことをご回答いただくと、そんな流れになります。専門家、オープンラボの専門家とですね、相談する際に
自治体が負担しなければならない費用があるかどうかという質問でございます。まずオープンラボ自体ですね、ご登録いただくにあたって、何ら費用は発生しません。でまたじゃあその専門家と相談する際に、このオープンラボを通じて行ったから何か発生する費用はありません。例えばですね、仮にその専門家の方が例えば弁護士の方 で弁護士の方に相談すると、でその弁護士の方が、まあ、通常こういう相談を受ける場合は、1時間これくらい の費用をいただいていますということであれば、ちょっと別の話にはなりますが、このオープンラボだからとか専門家はすべからく費用がかかるということでは、ありません。で、ですね、ちょっと質問内容を見ていますと、そもそもこうどういう事業を登録したらいいのかなっていうふうに、ちょっと悩まれている自治体の方も多いのかなと思っています。ですみません、こちらの資料ですと、ちょっとこう字が小さくて見えづらい部分もあるんですが、この登録フォームのところにですね、どういうふうに、取り組み内容を記載したらいいかというポイントですとか、例を載せております。で、実際ですね、その具体的にこういう課題があって、だからこういうふうにしたくて、だからこういうことをしてくれる専門家を探しているというところまで言える自治体であれば、そういうふうにご登録いただければと思いますが、例えばもうこの新型コロナの中でなかなかその高齢者の方がですね、外出できなくなっていて、そのフレイル化がですね、の対応をしたいみたいな、例えばこれくらいのですね、地域課題だけの登録っていうのも当然可能でございます。で、まあ、とりあえずこの地域課題だったりですね、まあ、ざっくりこういうことをしたいなっていうことを登録していただくことで、専門家の方も何を提案したらいいかっていう、こうヒントをもらえると思いますので、まあ、取り組みが決まっていなくても、ざっくりとした地域課題、ざっくりとした取り組み内容っていうのを、何らか記載していただければと思います。でまたですね、臨時交付金自体の質問もいくつかありましたが、まあ、当然そのなかなかその金額がわからない等だったり、いろいろなお悩みあるかと思います。こちらにつきましてもまた今事務局の方でですね、素早く金額ですとかその詳細について、連絡できるように調整しておりますので、また臨時交付金担自治体内のですね、臨時交付金担当窓口の部署 と、連携を取って、そこの情報共有っていうのをうまく進めていただければなと思います。で、本日の説明会のですね、資料こちら、後日、オープンラボのですね、ホームページの方に掲載いたします。で、オープンラボのホームページの方には、この説明会の資料と、あと説明会の動画、あとですね、まあ、本日いただいた質問の中でもし回答できないものがあれば、もしくはその後日ですね、よくいただくような質問があれば、そういう質問に対する回答っていうのも、ホームページの方に掲載したいと思います。で2月10日までの登録ということでいろいろお願いしてますが、その10日までにですね、登録した内容を変更した場合はどうすればいいのでしょうかというご質問をいただいてます。こちらですね、ちょっと10日までの、登録フォームとそのリニューアル後の登録フォームっていうのが、違いますので、ちょっとどの時点で変更したいかっていうことにもよるんですが、まず10日までに登録していただいた方で、かつ10日までに変更をしたい方という方はですね、ちょっとこうオペレーション難しいところがありますので、とりあえず問い合わせフォームで登録を変更したいという旨をご連絡いただければと思います。で、2月中旬のリニューアル後にですね、登録内容を変更したいという方は、ホームページ上に、新しいホームページ上に登録変更フォームというものが設置されますので、そちらから、登録内容を変更していただくようにお願いいたします。で、そのいずれにいたしましても、登録内容を変更するにあたっては、自治体の、登録コードというものが必要になります。
ちらちょっと画面にも表示されてますが、一番最初に登録していただく際にですね、登録コードという4桁の数字ですね、をとあの設定していただく必要があるので、これを、どこかにですね、しっかり保管していただいて、その登録コードと一緒に変更したいですというご連絡をいただければと思います。2月中旬のリニューアルによって、既存のホームページに記載されている情報、ホームページはどうなりますか？でご質問いただいております。既存のホームページはですね、こちらの、 あの画面に表示しているトップページ以外は、基本的に、閉じて新しいホームページに移行することになります。例えばその既存のページに紹介されている支援策ですとか先行事例、制作分野っていうのはそのまま新しいページに、移行されますが、自治体の方の情報、専門家の方の情報っていうのは改めて、ご登録いただく必要があります。で、ワークショップの案内もホームページで、されるのでしょうかという質問いただいてます。そうですね、その通りです。あの 2月10日、2月中旬のリニューアルまではですね、今の既存の、ホームページっていうのがを通じてですね、あらゆる情報を発信していきます。で、これはその登録内容に関する話もそうですし、今日の説明会の資料もそうです。で、ワークショップの案内っていうのも、当面はこの、既存のホームページを通じて、情報発信してまいります。で、あの2月中旬以降はですね、また新しいホームページの方で、情報を発信することになりますが、当然その新しいホームページの URL だったりっていうのも、既存のホームページ、もしくは直接のご連絡で、共有することになりますので、ご安心ください。ワークショップについての質問です。ワークショップは4月以降も開催予定でしょうか？先ほども、申し上げた通りですね、一応我々の事務局としては、4月以降も、オープンラボというものを継続したいと考えております。で、ただちょっとこうワークショップの開催の、タイミングですとか時期っていうのは4月以降については決まっていないので、もしかしたらちょっと3月の3回分が終わったらですね、しばらく間が空いてしまうかもしれません。もしこう早めに検討を始めたいなということであれば、ぜひ3月のワークショップへの、ご参加っていうのをお勧めいたします。はい、ですみません、他にもですね、いろいろこう確認したい点、聞きたい点あるかと思いますが、時間参りましたので、質疑応答を一旦こちらで、終了させていただきます。もし追加の質問とかがあればですね、先ほど、こちらのページのですね、問い合わせフォームからよろしくお願いいたします。すみません、長時間説明にお付き合いいただきありがとうございます。まあ、我々としてもですね、この地方創生臨時交付金、いろいろこう地域によってですね、必要なところに、ニーズはですね、異なると思いますが、ぜひ有効活用していただきたいという思いを込めてですね、こういうふうに、専門家とのマッチングの場を設けております。まあ、先ほども申し上げましたが、気軽に登録できる場ですので、ぜひ積極的に、ご検討いただければと思います。本日はありがとうございました。これで説明を終了させていただきます。